奈良くん本当に良かったね。最後に二遊間のコンビで締めてたっていうのがまさにこのチームを象徴してたというようなね。谷口工藤のやっぱ守備良かったね。この、トーナメントではホームランを小島今井が打ったという形です。はい、投手ランキングは立川、高木、スザクと、はい、松倉投げなかったね。小賀も、鈴木も投げなかった、はい、ということで投げんでしたということで7軍でした。はい、続いて8軍いきます。リーグ戦、8軍のチーム紹介からいきます。8軍が H ですね。 HIJKLMN に、格下の全チームに A が入ります。ついにということで A がまあ優勝濃厚なんですけど、どうなるでしょう。優勝っぽいけど A が A に勝てるかの勝負になってきますね。でまず I チームと対戦になります。さあ坊ちゃんスタジアムで、坊ちゃんスタジアム、愛媛の坊ちゃんスタジアムが8軍の本拠地となります。かなり田舎ですけど、素晴らしい球場じゃないですか。まずじゃあ投手陣の紹介。杉山がエース、ストレート、カットボール、ナックルカーブあって投手があるという、ちょっと先発するにはスタミナが足りないような気はしますけど、あと変化球がちょっと少ない。カットボール、カットボールが曲がるけどね。で村田が中継ぎ、エース、ストレート、スライダー、シンカー、切れ逃げ球、そのね、切れで抑えていく。で大塚が抑えエースなんですけども、カットボールしかないのか。カットボールチームだな。立差しリリース、クロスファイヤー、はい。で、中継ぎ陣、他は奥村、はい、スピードはないけど三球種、上本はちょっとスピードタイプか。西口、シュートとカットボール、緩急、内山、ちょっとスピードがない選手が多いっすね、このチームは。ちょっと村田がやっぱスピード投手になる。川島、川島がちょっと結構いろいろ球持ってるね。吉田大輝、はい、チェンジアップで、先発陣、はい、鋼ですね、これがやはり先発の柱、シンカー、カーブがあってスタミナ S、 伸び大ピンチ。野球マン1号が、中継ぎの4人目、先発の4人目、能力的には低いですけど、カーブ、マリンボールというのがあります。これがオリジナル球種になりますね。短期があんの、短期タイプ、緩急もある投手。ちょっとスタミナがないね。先発するにはちょっとスタミナ不足、5回まで的な投手になりそうですか。はい、クレハが、フォーク、スローカーブ、はい、これがまあ先発の3人柱になりますね。クレハ、タイピン、チタサンシン、クロスファイヤー、低め、スローカーブがあります。で、野手陣のレギュラーメンバー、1番川野、ショートか、ちょっとショートの守備が若干怪しいけど、まあ、肩はいいという感じ。バッティングもいい、はい。藤本、すごいちょうどいいタイプですね。 DCCDDD、ただ特殊能力がないと。サード、3番が平野、ミート B、 ちょっと3番にしてはパワーがないですけど、守備もまあまあうまい。バント丸内安打で、このチームの打撃の核はもちろん荒井になります。
BB ですね。ミート B、パワー B。ただ守備力がちょっとキャッチャーとしては怪しいっていう感じのタイプ。小山が5番、ミート E、パワー D。足が速い選手。小山1番でもよかったかな。5番だけど足が速い。で、上の、まんべんないタイプですかね。固め打ち。ただ、特殊能力多いですね。外野手3人が6、7、8番なの。で、武田が、はい、D、E、C、D、F。野口が、F、D、C、E、D。まさに、8軍らしい能力値ですね。で、澤田がバッティングの面を買って、DH として、主戦でやってほしい。他にマルティネス、殿崎、はい、田中、桑原、顔つきキャラが桑原と三宅、はい、だから桑原三宅が、名字ランキングではそこそこ多い名字になります。はい、ということでいきましょう。じゃあまずは鋼が先発でいきます。松井、亮、エースではないけどね。こっちはエースじゃないけど、相手はエース。まあ、鋼だったらそんなにって思うんだけど、どうでしょう。点は取られるのか。すげえカーブが曲がるな。第4球を投げた。打った。セカンド左への打球。ああ、飛んじゃった。まずは1点先制、1対0。せめて1個アウトにしたかったね。さあ追加点を与えた。申し訳ない。バッターは佐野。投球これから2球目。ボール。第3球を投げた。打った。セカンド。よし、今度こそ。はい、セカンドフォースアウト。オッケー。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。先ほどの守備的にはセカンドのね、小山の方がショートよりいいかなっていう感じ。パワフル。追加点は与えたくないところ。ワンアウトランナー二塁という場面で松尾投げた。カーブが曲がりすぎてボールになっちゃうな。投げた。見送ってストライク。追い込んでいます。ストライク。空振り三振。バッターは DH の長谷川。第9初球空振り。1球目空振りから投げた。変化球見送ってストライク。これで追い込みました。よし、見逃しの三振。いいよ。見事なピッチングです。はい、ピンチにも強いからね。やっぱりエースとして、まあエース格好。同点のチャンスです。ノーアウトランナー二塁という場面で小山初球送りバント。アルボール。パワフルズ。ここはバントに警戒します。空振り。バッター追い込まれました。第3球を投げました。よし、引っ張った。ファール。松井。第4球を投げました。松井はそんなに苦手にしてるはいないんだけど、普通ワンバウンド1人になる。ボールは中継。ポンポン打ってこう。小山足も速いのか。内野安打じゃない。おお、バントヒット。ほら、初球打った。1、2塁歓迎。うん、まあまあ。パワフルズ1点リードを奪いました。アウトの間に行って。右バッターボックスは8番野口。第9球投げました。低め、ストレートは外れてボール。第2球投げました。打ちました。1、2塁歓迎の当たり、抜けた。ライトバックホーム。野口ナイスバッティングです。19番が澤田。チャンスが続きます。第1球投げた。初球から打ってった。センターへ上がって、これは犠牲フライになる。取りました。ボールは中継。いい得点取り方じゃない。ホームイン。パワフルズさらに1点追加。3対1。さあリプレイ。またノーアウト1。パワフルズ追加点のチャンス。もう新井がすげえバッターだから。いいバッター。このチーム新井のチーム。ただこの展開だとやっぱバントかな。確実に送ってきました。小山が絶好調だから。小山チャンスが続いています。ストレートはもう相手としては抑えやすかったね。新井の方がもうバカバカ打たれたけど、で小山は自分がプレーすると小山がめっちゃ打つと気はしてきた、ね、完璧に取られたし。プレーをご覧いただきたいと思います。
球、投げた。初球空振り、タイミング合いません。初球空振りから膝元、直球は外れてボール。投球は3球目、投げた、打ちました。セカンドの左、久保ボールを掴んだ、アウト。スリーアウトチェンジ、チャンスをものに。でもやっぱり鋼すごいな、全然ピンチ作らない。追加点のチャンスを迎えました。1、2回だけだったか。ランナー2塁という場面で藤本打ちました。初球打ち、ライトへ持っていった、ヒット。早っ、ホームイン。パンフルズ1点入りました。7対1、ツーアウトランナー1塁2塁という場面で荒井、結構早い選手多いな。パッチング、まずは見送りました。初球いいかもしれない。空振り、追い込んで投げました。もう進化、結構なんだかんだで自分がプレーすると新井が打てない可能性はある。先頭バッターは菊池、今日はショートゴロと三振。第2球、歯がね、こうめっちゃこう曲げて右と右のトルネードみたいな。低めのボール引っ掛けた、ファースト右横のフライ、ファースト取りました。まあ鋼が投げれば基本は勝ちたいね。今日は三振とフォアボール。これは打てないだろう、スタミナも抜群だし。インコース引っ張った、ライトへの打球、打たれましたとか言ってた、打たれた。松尾、いいバッティングを見せました。バッターは指名打者長谷川、今日は三振と。このカーブが打てないだろう。第3球を投げました、打ちました。1、2塁間の、まあ打たれたとしてもこうゴロになっちゃう。ツーアウトランナー2塁に変わります。さあ続けて、じゃあ村田、うん、まあこれはもう完璧リレーでいきましょう。村田も、チームとしては核として投げてほしい。中継ぎレフトへのフライダー、レフトバック掴んで、これで3アウトになります。選手ですね。7回の裏、パワフルラッキーセブンの攻撃、トップバッター小山が何気にすごいぞ。4打点を挙げています。まあ絶好調ってのもあるんだけど。第2球投げた、決まってストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから第3球を投げた、空振り三振。進化いいね。小山、遠洋にやられてしまいました。バッターは6番上野、これが4度目のバッターボックス。初球を打ちました、フラフラッと上がった。片岡、余裕があります。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番武田、ここでヒットが出れば先発全員アウト達成です。投球これから2球目、打った、アルボール。第3球を投げた、打った、久保下がっていった、ヒットになります。まあ、ストレートなら打てる。武田、ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。バッターは8番野口、第1球投げた。なんか足速い選手多いな。武田も足速いし、シードだし。まあ、八川はまあバッティングに全振りしてない分足速い選手。初球打ち、ボールはライナーでセンターへ。センター掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには野村、今日4度目のバッターボックス。第2球投げました、打った、流し打ち。よし、危ねえ。ダイレクトでボールを掴んでアウト。いいぞ平野。第1球投げました。結構モーションが長い選手が多いね、このチーム。打った、ライト前進、取りました。これで3アウト。村田、パワフル。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは指名打者サバナ、アウトコース高め、外れてボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、よし、打った、引っ張った、レフトの左。いいね、サバナ。ヒット、サバナ1塁蹴って2塁へ。じゃあ澤田が出たんで、ダイソー田中と佐藤が試合だ。田中でいきます。第9投げた、初球送ってきました、ピッチャーの左へ転がした。さあ、まあ1点でも多く取ってみましょう。ランナー3塁に進みました。パワフルズ、なおもチャンスが続きます。藤本も3投げた、シンカー見送ってストライク。投球これから2球目、どうだ、うまいね、うまい落とし方。パンフルズ1点入りました。8対1、固め打ちしてるぞ。片岡、バッターは3番マーティン投手。今日はここまで3打数1安打。
初球スクリューは空振り。第2球藤本スタート、投球ボールキャッチャー二塁送球マッタッチアウト、盗塁失敗。これでランナーが楽になってしまいました。ストレート決まってストライク、少し迷ったか。さあ4球目打ちました。なかなか打ちづらいぞ。第5球投げた、なかなか打ちづらい。サワンがうなります。8回のいいじゃないか。さあいよいよ最終回、この回のトップバッターは佐野、投げた見送ってストライク、投げた打ちました、センターへ持っていった、センター前に出るヒット、佐野いいバッティングを見せました。バッターは6番久保、第1球新川はボール、打ちましたキャッチャーの頭上取りました。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。さあ終わらそう。第1球投げました、流し打ちどうだ、進化うまく打たれた。佐野二塁決定、三塁へ菊池ツーベースヒットを放ちました。ピンチを広げてしまう。第9球投げました、初球見送ってストライク、まずは決めてきました。第3球もう第4球を投げました、流し打ち、いや全員流し打ちでうまいバッターバッティングされてる。パーフルズ1点返しました、松尾タイムリー、パーフルズなおもピンチが続きます。バッターは DH の長谷川、投げました、外角高めいっぱいストライク、打ちました、三塁ランナーホームに向かう、二塁フォースアウト、ダブルプレイ、1点は取られたけど、パーフルズ初戦をものにしました。まあ小山はすごかったね、いきなりなんかめっちゃ活躍したな、ホームランとツーベース、まあ、藤本も固め打ちした感じがありますね。1点取られたけど投手陣もしっかり、まずは快勝ですね。4対3、12軍対13、3対、全部接戦じゃん。さあ1軍対14、まあ普通に勝ったか、6対1、最後にちょっと追い上げ、まあね試合を決めたって感じだね、点取って。さあ甲子園での、2試合目、先行 D 字なし、はい、いきます。じゃあ杉山で、はい、じゃあついにエース登板。ワンアウトに、さあ先制のチャンスを迎え、さあこの調子悪い日の牙を打てるかどうかっていう感じだね。第2球投げました、ほらバックソックストレート、やっぱり威力があってやっぱり飛ばないから、まずそこなんですよ。第9投げた、初球はストライク、1球目ストライクから第2球、ほらよし、センター前に1、2の3でセンターバックホーム、ダメだよ、しパーフルズまずは1点先制。意外と足速い選手が多いから、こういう当たりでも割と返ってくる。同点のピンチを迎えました、ワンアウトランナー二塁という場面で中田ストライク、タイミング合いません。第3球を投げた、もう第4球を投げた、打ちました、取りました一塁送球、これ相手としては結構打たれてる中田五十嵐の方初球第2球、さあ抑えられるか、ああ出た、はいはい、ああまあもうちょいって感じだね。やっぱり五十嵐も打たれんだよな。ノーアウト一塁、やべえ、頼むぞ。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で関投げたストライク、これで追い込みました、打ったファールボール、第4球を投げました、流し打ちどうだ、ライトへ行った、うえマジ抜かれちった、抜かれちった、三塁回った、これまずスリーベース、うわまずいなこりゃ、タイムリースリーベース、パーフルズノーアウトランナー三塁となりました。中田杉山ピンチの場面でどういう投球をしてくるか、第3球を投げました、打ちました、マジかよ、センター前ヒットになった、パーフルズ4-1、
本当中田は、そうなんだよね、対戦すると打たれんだよめっちゃ。パワフル、ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー二塁という場面で小山、これは引っ掛けた。五十嵐ボールを取る。今度はあれ小山の甲府町の波の激しさや、絶不調かよ小山。初球爆速ストレート空振り。なんだかんだ爆速ストレート147キロもあるからなかなか打とうと思っても打てませんよ。第3球を投げました。ほらよし、まあ、なんとか今回は打てる。ボールが点々と転がっている。パースルス点差を2点に縮めました。上野タイムリーツーベースヒット。パースルスなおもチャンス。バッターは7番武田。武田頼んだ。ボックスはファーストゴロに倒れています。さあ次の投球、ほらストレートはストライク。第3球を投げました。ほら打ったに当たりよし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 、しっかり繋いでるよ。ランナー三塁回ってホームに突っ込む。パンフルスさらに1点を返しました。武田タイムリーツーベース。パンフルスもう行ってほしいね。同点のチャンスにバッター野口頼んだ。今日の第一打席はスイングアウト。さあ次の投球、2球目空振り。スライダーフォークもあるからね。第3球を投げました。爆速ストレートを空振り、まあ、よくその中打ったよ。第4球を投げた。ボール。次は5球目、そうか、空振り三振。バットが空を切りました。4回のパワフルス、ここは踏ん張りどころ。ノーアウトランナー二塁という場面で久保田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ファールグラウンド、ボールを掴みました。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。初球空振り。第2球、2球目ストライク、軽く追い込んでまいりました。次が4球目、投げた、打ちました、三遊間のゴロ。カバンの掴んだボールはファーストへ。よし、うまい、前一塁はアウト。これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。キバの、そう、キバもバッティングいいのかよ。第2球、打った、ファール。投球はこれから3球目。第4球を投げた、打ちました。うまいな、マジかよ。レフトバックホーム、キバナイスバッティングです。さあピンチが続く場面で迎えるバッター、川口にも似合うとされて、次はピンチの場面でどういう投球をしてくるか。第3球を投げた、ボール。内角低め、投げた、外れた、ボール。あっと引っ掛けた。マジかよ。センター前進、センター前ヒット。パンフルス1点入りました。お、あー、いや、うまい、足それもうまいな。パンフルス。さあ2アウトランナー1塁3塁という場面で関、今日2打点を挙げています。ちょっと痛い。流し打ち、藤本交代、飛びつく、これはファースト間に合いません。ファールボール、外角低め、空振り三振。いやー、5失点痛いな。さあチャンス来た、到来、チャンス到来。ノーアウトランナー1塁2塁という場面で小山、今日はセカンドフライとセカンドゴロ。やっぱそうなるよね、爆速ストレートバントもしづらいしな。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。爆速ストレートを見送ってボール。第2球、アットダブルスチール、打ちました。ああ、アウト、ゲッツー。いや、最大のピンチも、いや、なんか全部がうまくいかんな、ちょっと今日。追加点は与えたくない。ワンアウトランナー二塁という場面で木場、投げました、直球見送ってストライク。もう追い込んでいます。第4球を投げました。よし、ワンチップアウト。内山、勝負どころでいい球を投げ込みます。見送ってストライク。内山調子悪いよりに抑えてるぞ。チェンジャーボール。第3球を投げました。ストレートはボール、インローへ打ちました。これは打たされてサードフライ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。2点差。さあ試合は終盤7回に入ります。キバはやっぱり全部行く気か。投げました。おっと、これは当たった。デッドボール。右バッターボックスには野口。ここまで2三振といいところがありません。第9球、投げた。危ない球。野口がね、ちょっとバッティングがね。さあ次の投球。出てほしいんだけどね。第3球を投げた。打ちました。ファールボール。第4球を投げた。打った、流し打ち。柳田下がっていった。惜しい惜しい、全部惜しいんだけど。次は5球目、投げた、爆速ストレートを見送ってボール。第6球を投げた、内角高め、はい、見逃し三振。内角高め、どこまで行く気だ。初球決まってストライク。マルティネスライダー、
交番バッターは代打マルティネス。あ、相手もマキに変わった。投げました。流し打ち、どうだ。切れていきます。ファール。第2球投げました。真ん中空振り三振。師匠なんか押さられてる。パームボール打ちづらい。マキノの投げました。見送ってボール。投球これから2球目。空振り。パームに全くタイミング合いません。第3球を投げました。いや、チキショー、これは打ちにくいな。さあ4球目。あー、しかもストレートに。遅いのにな、打てねえな。吉田大輝。パワフル。7回の裏、パワフルラッキーセブンの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはストレートとチェンジアップしかないけど大丈夫か。投げました。打った。打球は左中間に上がった。はい、案の定打たれました。セキいいバッティングを見せました。ピンチヒッターは青山。あーっとショーフライになった。取りました。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。見送ってストライク。まずは入れてきました。打ちました。飛びついた。惜しい。うん。投げた。流し打ち。ライトの右。ファール。第4球を投げた。インコース低めいっぱい。見逃し三振。ギリギリのところに決まった。よしよし、抑えたぞ。これは内野へのフライだ。掴んでこれで3アウトになります。さあ2点差、西川投手、藤本さん打って、先頭バッターは藤本、スピードのある西川投手、打ちました。初球打ち、セカンド左、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番平野。第9球、ボール。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打った。五十嵐、ボールを掴んだ。一塁送球、抑えられてる。これで2アウト、ランナーありません。チキショー。右バッターボックスは新井。第1球、新井はまあ元気に打ってるけどね。初球打った。新井は元気に。クリーンヒット。新井一気に二塁へ。新井、足の方は新井。左バッターボックスは5番小山。今日はここまで3打数ノーヒット。打った、流し打ち、関交代、アルボー。第2球投げました、打ちました、ファール。第3球を投げました。あー、もう完全にタイミング狂わされた。マジで俺は負けるかもしれない。これは負けるかも。トップバッターは平田、初球を打ちました。打球は左中間。あー、やばい。さあ長打だ。打球が転がっている。センターからセカンドへ。さあ長打来た。まずいぞ。バッターは7番久保田。これが4度目のバッターボックス。投球これから2球目。打った、痛烈。よし、セカンドライナー。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。投げました。初球見送ってストライク。投げました、ボール。第3球を投げました、打った。よしよしよし、抑えてます。2塁を送る。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。寺田、第9球は投げた、打ちました、アルボール。第2球投げた、打ちました。よし、うまい。うん、小山やっぱ守備力はすごいな。パワフル。セカンド守備はいいわ。さあ小松来た。しかも絶好調。投げた。まずいな、これはやばい。抑えられるかもしれない。投げた、流し打ち、どうだ。しかもスピードも結構乗ってるもんね。追い込んで第3球を投げた。打てない、これは打てない。パワーも来た。全くタイミングが合いません。第9球投げました、初球。あー、よし。あー、ここは意地を見せてほしい。正面バッターは8番野口。これはやられた。最後のバッターになるのか。よし、初球から打てた。ダメか、全部正面。捉えたと思ったのが全部正面。チキショ、木場から3点取ったのに、なんか中継ぎ陣に踏ん張られたな。チキショ、ちょっと悔しい敗戦。これも新井は元気にサード打ったんだけどね。いや、悔しい敗戦したな、またこれも。9軍対13から2対0。1軍対10軍。まあまあ、普通にやってれば1軍は勝ってそうだけど、3対2。
勝ったんだね。12軍対14軍対で結構そうね、投手戦が多いね。 AD チャーリー高校で13軍、多分、1から7まで全勝してるチームです。13軍